彼は殺されたのだ。殺された？そう、シーデルは殺されたのだ。死ぬ3日前、私が会った時はピンピンしておった。しかしハイネンさん、私が伺った話では大丈夫ですか？いやいや、心配ご無用。それで？フランツ・シーデルさんの死因は心不全です。それに経営していた外国人相手のバーも何らトラブルはありませんでした。つまりシーデルさんは妻に先立たれてから悠々自適に老後の人生を送り、そして80数年の生涯を終えた、そう思い込んどるよ、近所の連中はな。違うんですか？その写真、元首相のブラント氏ですよね。さよう。私は社会民主党の秘書官をしていたことがあってね、東西ドイツ統一など思いも及ばなかった頃の話だ。東ドイツが西側に吸収されて誰が一番困ったと思うかね。は？東は西に比べ科学の分野が遅れている。法律も根本的に違う。医者や弁護士といったインテリゲンチャにとっては受難の時代だ。だが労働者は違う。社会がどのように変わろうとも腕一本でたくましく生きていく。これは旧東ドイツのドレスデンにいる妹夫婦だ。旦那は腕のいい配管工でな、来週こちらに移住してくることになっておる。これが何かわかるかね？は？壁だよ。壁？ベルリンの壁、そのかけらだ。私のお守りだよ。シーデル氏の死についてもう一度調べてもらいたい。もしも死因に疑問がなかったとしたら？君には高額のギャラを払っておる。期待しておるよ。まあ、そうだな。これ一つください。ええ、そうです。シーデルさんはここに倒れていました。買い物帰りだったのね。周りには牛乳や卵が散らばっていたわ。シーデルさんはこのアパルトメントへ引っ越してきてから十数年になりますわ。とてもお元気そうでしたけど、もう80を過ぎてらしたんですってね。いい香りですね。バラのポプリですか？お詳しいんですね。このクッションにはラベンダーが縫い込んでありますのよ。ポプリがご趣味なんですか？ええ、年を取ってくるとね、目と耳は悪くなるんだけど、不思議と鼻だけは鋭くなるんです。あら、ごめんなさい。私のことよりシーデルさんについてですわね。あなたが見つけた時、シーデルさんはすでに亡くなっていたんですね。ええ、体はまだ温かかったんですけど。シーデルさん、しっかりしてください。シーデルさん。私、昔看護婦をしてたんです。シーデルさんは死んだ直後の人独特の匂いを放っていました。匂いですか？どうもありがとうございました。あなた、とてもいい香りがしますわ。え？何か特別なコロンでも？いえ、別に。果物のような、そう、桃の香りかしら。ああ、そうです。さっきの市場であんまり美味しそうな桃を見つけたもんで、つい。桃の薄皮はとてもいいポプリになるんです。特に秋に金木犀とブレンドすると素敵な匂いになりますわ。あの向かいの老人を最後に見たのが私だったんですってね。ええ、
そうなんですよ、アスコットさん。あの時はちょうど雨上がりでね、濡れた地面の匂いを部屋に入れようと窓を開けたんだ。雨が止んでることを確認して何気なく下を見たんだ。彼はちょうどドアを開けて中へ入っていくとこだった。ところで、どうして匂いを部屋の中に入れようと思ったんですか？俺、濡れた地面の匂いが好きなんだ。正真正銘、心不全ですな。失礼。典型的な医者の不養生というやつです。ああ。確かに亡くなった場所は普通じゃありません。けどね、心臓にしてみりゃ、部屋の中で泊まろうが外で泊まろうが同じことです。なぜシーデルさんは80を超えた高齢だ。何があっても不思議じゃない。彼はよくこちらへいらしてたんですか？私が医者を始めてからは一度も。親父の代の患者さんですが、まあそういう人の方がぽっくり行くもんです。体も綺麗なもんだった。大昔の火傷と切り傷が少しあっただけだ。おそらく第二次大戦中にできたものでしょうな。参ったよ。夏の入り花からずっとこの調子だ。この時間にここに来るのが習慣になっておってな。そう、十数年間一日も欠かしたことはない。ところでキートン君、君には失望したよ。私の金を使ってそんなことを調べてくるとはな。腕のいいオープだと聞いていたが。友人の死に不審な点がなかったことがそんなに残念なんですか？そんなことは言っとらん。それともあなたは何かを知っていてあえて私に隠しているんですか？隠す？何お金？調査報告書です。では。待ちたまえ、キートン君。私は80年生きてきた。古い友人は皆死んでしまった。十数年前に知り合ったシーデルただ一人を残して。長く生きているとわかるものなんだ。その友人が生きるか死ぬかということが。目や耳が衰えても老人にはそういう嗅覚が備わってくるんだ。シーデルが死ぬ3日前、私はここで彼に会った。そしていつも通り世間話をして別れた。だがその時彼は死ぬような匂いは発していなかった。匂いだ。匂いなんだ。それしか手がかりはない。彼は死の匂いを発していなかった。それしか言えないんだ、私には。今回の調査で一つだけ引っかかっていることがあるんです。その匂いなんです。なんだこの間の探偵さん。よかった、ここにいて。一つ確認させてください。あなたが窓を開けたのは雨上がりの匂いを部屋に入れるためでしたね。ああ、そうだよ。それじゃあシーゲルさんが目に留まった理由は？雨が止んだかどうか確認して。ああ、そうだ。ふっと下を見たら雨も降ってないのに傘を差してる人が一人いてね。
その人、シーデルさんがドアを開けるのをじっと見てたんだ。シーデルさんを？ああ。それで、その人はその後どうしました？いや、すぐに部屋に戻ったから、その人がどうしたかは…え？ありがとう！あ、いけねえ、降ってきやがった。勘弁してくれ、外は雨だぞ。また。で、今度は何の用です？シーデルさんの火傷の跡ですが、それって右腕の内側にありませんでしたか？そうですよ。よくわかりましたね。大変ですね。その鼻風じゃ匂いも何もわからないでしょう。参ったよ、まったく。待て待て、今戸締まりをするから。本当に嫌な雨。涼しくなるどころか余計に蒸し暑くなって。ええ。今日の私は桃の匂いではなく汗の匂いでしょ。走ってらしたのね。ハーブティーです。暑い時にはこれが一番ですわ。どうも、いただきます。ああ、おいしい。よほど急ぎで聞きたいことがありましたのね。ええ、シーデルさんを見つけた時、亡くなった人独特の匂いがしたとおっしゃいましたね。ええ。何かそれ以外の匂いがしませんでしたか？シーデルさん、シーデルさん、しっかり、シーデルさん。そういえば、かすかに。そう、あれは桃の香りでしたわ。多分買い物袋の中に桃が入っていたんだと思います。まったく、こんな雨の日まで散歩に引っ張り出しおって。貴様だったのか。やめろ、止まるんだ。危ない。
撃を止めて。クルト、しっかりしろ。目を開けるんだ、クルト。クルト。大丈夫ですか、ハイネさん。KGB が開発したガスピストルが握りに仕込んであったんです。まさかと思いましたが。桃の香りがする。青酸ガスです。青酸ガスはわずかに甘い桃のような香りがするんです。シーデルさんを殺したのはあの男ですね。あなたはそれを知っていた。私に調査を依頼したのはその確証を得るためだ。あの男はヨハン・キュルテン、ただの敗者だ。心不全に見せかけて人を殺す方法はとても高度なプロの殺人術です。亡くなったシーデルさん、それにあなたは旧東ドイツ政府のために働くスパイだった。そうですね。あの男はあなた方のケースオフィサー、違いますか？君は東西ドイツが統一された時、西で働いていた東側のスパイは何人いたと思うかね？6000人だよ。我々はモグラと言われ、モールマスターと呼ばれるケースオフィサーに操られていた。君の言う通り、あの男は東ドイツ STG のベテラン工作員だ。彼らはあらゆることをゆすりの材料に西ドイツ市民をスパイに仕立て上げた。シーデルさんは第二次大戦中、収容所を担当した第二親衛隊、俗に言うヒムラーのドクロ師団に属していたのではないですか？シーデルさんの右腕の内側に火傷の跡がありました。そこには SS のマークと認識番号の入れ墨があったんでしょう。彼はベルゲンベルゼンの強制収容所の監視をしていたんだよ。第二親衛隊に属していた連中はどんな下っ端でも戦犯扱いされている。外人客相手のバーの主人というシーデルの地位は非常に STG の食欲をそそるものだった。あなたの場合は社会民主党の秘書官だった。あなたの弱みはどこにあったんです？東ドイツに残してきた妹だよ。ん？知らないのかね、彼らのやり口を。彼らは妹夫婦の安全を条件に揺すったな。従わなければ妹夫婦から職を奪うと言ってな。職を？旧東ドイツでは3ヶ月職に就かない人間はそれだけで不就労罪に問われ強制収容所送りになったのだ。シーデルとは10年前この公園で知り合った。私たちはお互いがモールであること、同じケースオフィサーに雇われていることを知った。それ以来会うたびにケースオフィサーを密告する方法、そして西側に忠誠を誓い直す方法を話し合った。だがそれは夢だった。決して実現しない夢のはずだった。しかし壁は崩れた。全てが変わった。私たちはもうモグラじゃない。これで東ドイツに縛られる理由はなくなった。自由だ、そう狂気した。だがそれは大きな間違いだった。私たちは日の下にさらされたモグラだったんだ。過去は消え去ろうとはしない。染みついた匂いのように。壁が崩れたことでケースオフィサーは密告を恐れ、モールたちの抹殺を始めた。シーデルは死なずに済んだのだ。壁さえ崩れなければ。
また一人友達を亡くしたよ。男の背中には彼が歩んできた道程が刻み込まれているという。夢を追い懸命に走った日の汗が染み込んでいる。愛する者を守るために戦った日の傷跡がある。そこは男が人生を語るところ。次回、背中の裏町。